今回の改革はこの労働関係の法律ができてから70年来の大改革です。私たちの生活が変わります。例えば一つは長時間労働の是正です。これまでの日本の法律はこれ以上は残業させられないという実は上限がなかったんです。これを今回の法律で初めてこの上限を罰則付きで入れる、これ以上残業させると罰せられるというような規制を作りました。もちろん忙しい時もあると思います。そういう時でも1ヶ月には100時間を超えては残業させられない、平均では80時間を超えては月々残業させられないと、こういうような初めての上限規制というものを設けさせていただいております。またもう一つは残業代です。これは今の制度では60時間残業時間が超えると時給が5割増しになります。でもこの制度は中小企業の皆さんには現在適用されていません。働く人の7割が中小企業で働いていらっしゃいます。こうした方々に対してもこの5割増しのこの賃金、残業代をしっかりと確保するという取り組みをこの法律で行っております。そして休み方改革です。今の日本は有給休暇の取得率が 49.4%、 半分の有給が消化できてないというような状況にあります。今回の法律によって例えば10日以上有給を持ってらっしゃる方々はそのうち5日間は企業がしっかりと指定をして確実に取れるようにする、これを義務化しております。こういうような制度を入れたいというふうに思っております。こうして今回の法律はこの皆さんの働き方、そして生活を変える大きな改革となっております。国会でもしっかりと引き続き議論をしてまいりたいというふうに思っております。これからも皆様の疑問にしっかりとお答えしてまいりたいと、そう思っております。疑問どしどしこちらまで。それではまた。